こんにちは。今回はですね、インターネットとか YouTube とかで情報収集する人のダメな例のお話をしたいと思います、はい、ここに書いてありますとおり、聞き先を間違えてる人ですね。なんか最近私の動画にたまに出てくるんですけど、ひろゆきさんですね。私そんなに好きじゃないんですけど、でもなんか見ちゃうんですよね。まあなんか彼は本当に面白いこととかためになることを言ってくれるので、まあついつい見ちゃうわけなんですけども、そのひろゆきさんの動画に、とある人が葬儀業界のことを質問されててですね、でそれとは別に私たまたまその、葬儀業界の方では面白いなって思ってるちょっと YouTube 動画がございまして見てたんですけど、でその葬儀業界の方がそのひろゆきさんの回答に、一体何年前の常識の話してるんだ、10年も20年も前の常識の話してるぞみたい な反論されてたんですね。でそれを見てちょっと感じるところがあったので、今回のお話にさせていただきました。で、まあ、その葬儀業界のことをひろゆきさんに質問された方のことですね。本当に申し訳ございません。悪口になってしまうので、本当にその方がこの動画見られてたら本当に申し訳ございませんけど、その方がまさにこれだと思います。はい、ひろゆきさんはですね、無説明で話をするとすごく無責任なことをおっしゃってるんです。葬儀業界のプロでも何でもないのに、でかつその葬儀業界について何がしかのその、得た情報にその根拠があるわけでもない、おそらくどなたか相当昔に葬儀業界の方から聞いたであろう噂話レベルのことをおそらく動画で喋ってると思うんです。実際その葬儀業界の方が全否定してましたから。で、まあそれはぶっちゃけひろゆきさんはちょっとした有名人というか、もうエンターテイナーですから、あの方は。はい、でひろゆきさんの話をいろいろと伺ってるとですね、感じるのが、ひろゆきさん自身がおっしゃってるんですよ。本当に賢い人はこんな場所でスパチャ払って質問しないとか。でだからあんなこと言うからには、おそらくひろゆきさんご自身が心の中で分かってると思います。こんなところで自分のコメントを聞いてるようだと正確な情報なんか得れないよっていう、常識を分かってる人用の喋り方をしてると思います。はい、だからひろゆきさんご自身も多分自分の情報に正確性があるなんかご自身が思ってないと思います。はい、なんですけど、聞いてる側はまあ、もうひろゆきさんすごい人気のある有名人ですから、ひろゆきさんの言ってることはもう全て正しい神かのような気持ちでおそらく質問してるんですね。だからここにひろゆきさんご自身と質問者の温度差があると思うんですけど、なんでひろゆきさんがじゃあその葬儀業界のことを答えました。で実はその情報はひろゆきさんは別に葬儀の専門家でも何でもございませんから、正確性にかなり問題がありますと。じゃあで元に戻るんですけど、なんでその質問してた人はひろゆきさんに聞くんでしょうかね。葬儀関係者に聞けばいいのに、しかもスパチャに何百円か払ってるわけですから。いや、こんなバカな話ないよって話だと思いますよ。いや、そんなお金払って聞く意欲があるんだったら、そのお金を葬儀業界に払えばいいのに。ね、多分ひろゆきさんはもう本当にたくさん、そういう動画を作ってますよね。本当にたくさんいろんな方から質問されて、それに対してあんだけ即答で答えるってちょっとした才能だと私は思いますけど、だからあれだけたくさんのことを回答されてますから、いちいち一個一個回答するごとに、僕は専門家じゃないですから、実際に正確なところは専門家に聞いてくださいねっていちいち前置きをしてないだけだと思います。もうあまりにも膨大な量の質問に答えてるので。なんですけど、そんなこと私は当然だと思いますから、ひろゆきさんは別に専門家じゃないので、ひろゆきさんの専門分野は責任感ある回答してると思いますけど、ひろゆきさんは葬儀屋でも何でもないので、そういうところに関してひろゆきさんに質問することが間違ってますよね。雑談のつもりで聞いてるんだったらいいですけど、別に葬儀業界の葬儀業界で働きたいと思ってるんですけど、どうしようか教えてください、どうしたらいいか教えてくださいとか、いや、お前の人生かかっとるやんけ、それちゃんと葬儀の専門家に聞けやんねんって思いますから。だからこれですね、本当にヤフー知恵袋に質問される方とかもそうなんですけど、むちゃくちゃ無責任ですよ、ヤフー知恵袋の回答者。まあ、全員とは言いません。ちゃんと回答してくれる方もいらっしゃいますけども、その回答内容が正しいって裏をどうやって取るおつもりなんですか、なんですよ、その質問者さんを。で、その書いてることは全部正しいと盲信なさるおつもりですかって話ですね。はい、
だからその何か質問するときっていうのはその質問した回答に対して正しい回答をしてくれるって確証をある程度取れるかどうか考えれる考えうる相手に聞きましょうなんですよ。だから少なくとも専門外の人に聞くなんですね。あとそれとあの責任のない人、あのペンネームとかを削除アカウント削除したら逃げれるような人に質問するなんですね。はい。なんであの何かすごく大事なことをネット上で情報収集したりネット上に質問したりするときっていうのはあのその方の情報が正確かどうかをちゃんと精査できる手段を自分自身の脳で考えましょうというお話ですね。ちょっと厳しいお話ですいません、あの他者批判になってしまって非常に心苦しいとは思うんですけども、あのちょっとすごく感じいったお話でございましたのでちょっと今回触れさせていただきました。あお気を悪くされた方がいらっしゃったらごめんなさい。じゃあ今回この辺でさよなら。